で、スワットさんがやっぱり来てるんで、ぜひアブササ以外の1人倒してほしいと。そうで、それでやっぱり筆頭がこのルドルフであると。そうですね、いう話をしたんですけど、はい、筆頭は落ちたんじゃないのかって。いやいやいや、それちょっと厳しいですね。そこのところはまあちょっと多めに見ていただいて。さあ試合始まりました。アルカワルドと、そうですね、ルドルフ、マルスですね。はい、このマッチアップの有利不利ってのは。そうですね、基本的に、ファルコが有利ってことになってはいるんですけれども、マルス、つかみからの火力が、雪に対して非常に高い。そうですね、投げ連ができますので、そこから火力を取っていってっていう形ですね。で、復帰阻止で仕留めると、復帰距離の短さがファルコの弱点になっている。そうですね、早期撃墜がしやすいっていうところがファルコの弱点ですので、そこをついていきたいところ。ファルコとしてはやっぱりブラスターと上からのドリルをリフレクター使って立ち回りを制していきたい。そうですね、ブラスターがやはり強いのと、判定が強い技は強い。そうですよね、特にマルスはブラスターは結構厳しいのかななんて。そうですね、ジャストシールドで跳ね返すシーリングっていう技を使って跳ね返してあげるか、きっちりガードしていくかっていうのが対処方法になってきますので、まあマルス飛ばざるを得ない、飛びにはブラスターが当たると。そうですね、もちろん飛び道具も持っていない、近づかないといけないので、厳しいです。でもファルコは基本的に近づいてこうアプローチするキャラクターなので、あ、ブラスターで待ってるだけというわけにはいかないわけですね。そうですね、結局どこかで上から行く、で密着はリフレクターでごまかしていく、そういう感じですよね。そうですね、でそこをどうさばいていくかがマルスの強みですね。さばけないと非常に脆いキャラクターですよね。なるほど、あ、今のも掴める。いい変更です。この復帰ると NB で狩る、で打球をしっかり使って、今のは積みと。確かにフォックスと比べると顕著にファイアーバードですか、のリーチ短いですね、復帰距離は。そうです、半分の2ですね。なるほど、フォックスに比べて3分の1短くなってるので相当短いです。横身に関しては長さ一緒なんですけど、はいはい、ファイアーファルコがやっぱり短くなってしまうので、下に降りた時にすごくフォックスに比べてきつい状況になってしまう。今のはウィビーに対してリフレクターの持続1を合わせようと思ったが、横 B でタイミングずらしていたと。そうですね、ここら辺丁寧ですね。空上空上でやはりダメージが伸びると、ダイが絡んで横スマ先端綺麗にいきます、ね、ここら辺が鮮やかですね。やっぱマルス気持ちいいですね、先端がですね、しっかり火力取れるキャラクターなので、はいはい、しっかり変更を見て火力を取っていくキャラクターなので、そこら辺が人間性の音の勝負と。そうですね、きっちり処理していきました。デラックスのこの自分との勝負の多さがいいですね。差し合いを制するっていうのが、どうしてものしかかってくるところはあります。差し合いを制するまでは自分とお前の勝負、そこからは自分と自分の勝負と。いいですね、いいですね。もちろんずらしはベクトル変更も絡みますが、この掴みからがどう伸ばす、空上で起き上がり展開はガードが間に合う。そうですね、冷静にガードが、ああいうところでやっぱ受け身を取るってのも難しいですよね。そうですね、どっちに転がるかによってやはり、はいはい、マルス一応理論上全てカバーできるっていうキャラクターなので、そこが見てると危ないです。危ないですね、ビジョンで帰る。さあストックスはかなり厳しいが、ジャストシールドで、あれが先ほどシーリフってやつですね。そうですね、しっかりと跳ね返して、あ、自分の放った飛び道具で硬直しているところにきっちり攻撃を当ててバーストして、あのシーリフが安定するマシンの人間であればファルコにもマルスが有利そうにも見えるなくはないマッチアップですが。そうですね、基本的にやはりきちんとさばけているから今やはり有利にちょっと見えてしまうというところがある、はいはいはい、やっぱりちょっと、プレイヤーのランクとしてちょっとルドルフが何段階か上ですので、そこでちょっと見えてしまってるんですが、まあ、サムラーどのシーズンもそうですけど、勝ってる方が有利に見えるのは、そうですね、やはりどうしようもない、どうしてもそういうところになってやっぱりファルコの勝ち合いとしては立ち回り一勝圧倒して、じゃあチャンスないやなかったやんけみたいな、そうですね、感じになるパターンですよね。マルスと同じくファルコも触った後にしっかり火力を取れないと、やはりこの今のように防御面がちょっと露呈してしまうので、しっかり火力を取れるかっていうところが大事になってきて、やはりそこがそのプレイヤーとしてのランクを決めていくんじゃないかと。当然のようにジャストシードから上投げで横スマッシュ打っていく、そしてルドルフだから、ルドルフ選手の位置が非常にいいですね。そうですね、前管理が打たせない、その近距離中距離の間のところを動いているのが非常にプレッシャーになっています。でファルコが小ジャンプから空中下でいくと空中打たれに判定負けするようなリーチ。そうですね、この間合い管理鮮やかですね、まあ、マルス界のまあポイントというか長所ですけど、そのマルスというキャラクターがどうしてもこの行動が非常に押し付けると強いっていうのはあまりないキャラクターで、やはり対応力が強みになってくるので、そうですね、やはりこの立ち回りの強さがマルスプレイヤーの強みになってきますね。さあ寄せ付けない動き、掴み一度フェイントを混ぜて空中前から上 B 裏側綺麗に当てていきますね。これがコンボレシピ、まあ安定コンボであると。そうですね、なるほど、空前からいろんな技が変更によって変えて入れていけるので、手前に変更だったらメテオの空下が入る、なるほど、綺麗
側だともう一度ウーマイが入る。そこら辺も見てから確認する精度が試されると。そうですね。ブラスターから出しこいコロナ繋がらす。下気を送らせてから空中撃墜にならない。いいですね、変更がきちんと下に入ってるのに。あ、下変更ですね。上投げ台乗せて向こう側に置きながら飲んで置いていたが、これはタクマケきっちりと確認してニュートラルは出ていく。さあ、基礎紙おっと、いいですね。今のは勇気のファイヤーですね。今のはその崖に捕まりに行くか当てに行くかの2択。そうですね、上に行くか直接崖に行くのがやはり多いので、直接崖を呼んで下気を置いていたと。しかし終わってみれば4ストックパーフェクト。さすが2017年度2位。なるほど。